日本の建築構造学者、東北大学名誉教授、東北大学退官後は、東北芸術工科大学教授、清水建設上人顧問、技術研究所基礎研究室主催、東北大学建築学科時代は、構造力学研究室を開設、一般財団法人、旗のファミリースクール教育アドバイザー評議員、日本有機工学会理事、 1953年、東京大学工学部建築学科卒業。1955年、同大学大学院数物系研究科修士、家庭修了。1958年、同大学院研究科博士家庭修了。同年、建設省建築研究所入所。第三研究部構造研究室配属。1968年、 構造研究室長就任。1970年、振動研究室長就任。1972年から、東北大学工学部教授。1986年から1990年までは、工学部付属耐震構造実験施設長を平任。著書に、建築構造力学及び、建築構造力学、新建築学体系20、建築台風大説悟る。 新建築学体系35、荷重、外力、建築技術者のための電子計算機の応用など、1985年日本、建築学会小論文賞、1992年科学技術庁長,長官賞受賞、建築構造物の設計用荷重並びに、構造安全性の研究と、耐震技術の国内外における、教育、普及に対する貢献で2008年日本、 建築学会賞大賞受賞、ありがとうございます。